おはようございます。釣り子 TV です。これ、エレメンツって書いてありますけど、一つ手に入れることができました。じゃじゃん！ダヴィンチ190っていうことで、話題のですね、ビッグベイトですね。これ、まあなかなか6000円ぐらいしたかな。まあまあ貼ったんですけどね、一つ手に入れることができたんで、ちょっと開けていきたいと思います。このパッケージがかっこいいですね。こんな感じなんですけど、すごいね、パッケージがまずかっこよくて、でここにねグッドデザイン賞ですね、受賞しているっていうことで、グッドデザインシールが貼ってありますね。まあパッと見て本当ね、デザインがかっちょいいなーなんていうのはまず持って、見てわかるところなんですけど、じゃあ早速ね、開けていきたいと思います。どんな感じのルアーなのかなって初めて見るので、はい、こう入っていてしっかりと止まってますね。出てきました、こんな感じで。あでね、ジョイクロとか、まあいわゆるスパーンと切れたようなやつはよく触ったことあるんですけど、これなんか新体験ですね。この斜め切りのこの触った感じってのは面白いですね。うん、初めてこうね、でほんとスラーっとね、かっこいい感じで、なんていうんですかね、このナイフのようなというか、こう流れるようなね、このフォルム、これがかっこいいなっていうところで、まずじゃあ顔はこういう感じですね。ちょっとしゃくれた感じのこの唇が上にむいっと向いていて、で目は可愛らしいですね、キョロンとした目でね。でこう唇下から見ていて、このね、ほんとなんか上のこの部品だけでなんか一つのかっこいいルアーバイブレーションとかみたいな感じですね。うん、で結構このアイが小爪のね、やっぱ大きな魚って言って大丈夫だよって感じで、もう結構小爪の太いアイが結構がっちり埋め込まれているといった感じで。でこのジョイント部分ですね、これね、ほんとね、ありそうでなかったですね、この感じって。斜めにねこう切れていて、で可動域はこんな感じ、うん、わかるかな、こういう感じの可動域なんですね。で針がなんか最初からこれすごいいいのついてますね。これはもう触った感じですぐ分かるんですけど、フッ素加工のね、で太軸のかなりもう吊るしの状態で最高級にいい針がつけてくれてるんじゃないかななんていう風に感じますけども、ね、フッ素加工のかなりいい針がついてますよ。でこれ気になってたのがね、この尻尾の部分ね、これがどん、あ結構固めなんですね。ここが接続されていて、で先端にこのテールパーツがついているわけなんですけども、結構ね固めね。これこういう大きなルアーと、これね岸壁とか結構岸際タイトに打っていって、よくあのバチコーンってぶつけることがね多くて、そういう時にでもこのテールであれば多分、まあこっちが破損しても交換できるんであればいいんじゃないかなと思うんですけどね。これでまあスペアパーツとか時期に店頭とかにいっぱい並ぶようになってくれれば、結構重くて高いルアーですからね、これね、いきなり数頭でぶっ壊れたりしたら本当泣きますからね。まああとは動きの肝にもなるんですかね。それとあとメーカーで見ると、ここのパーツを交換することによってものすごいなんか大きなサイズに見せる、
なんていうんですかね、テールなんかも、開発が進んでいるみたいだったので、ここのパーツを取り替えることによってこのルアーの性格自体も変わるなんていう、そういったパーツもね準備されてるみたいなんで非常に楽しみですね。でもちろんまあブラックバスもいっぱい釣れてるみたいなんですけど、自分の周りだとですね、これシーバスにめっちゃ効くらしいんですよね。まあ、ジョイクロとかね、あとジョイクロマグナムとか、あとは S ドライブとか、あの手の大きなルアー、ね、シーバスにめちゃくちゃ効くんですけども、秋口も結構大きなサイズのシーバス釣らしてもらいましたが、まあそういったシーバスゲームに非常にこのダヴィンチ効くなんていう噂を聞きつけてですね、それで一本欲しいなと思って、なんとかですね手に入れることができたんですけども、まあたまたまこの花オレンジカラーっていうのもあって、ちょっとバチ抜けのシーズンからねシーバスでまずは投げてみようかななんていう風に考えているんですけど、まあちょっと裏に説明書きなんかもいろいろ書いてあるんで、見ていきたいと思います。機能と美を追求した唯一無二のスイムベイトダヴィンチ。ダヴィンチは独自角度の斜めジョイントにより、今までのルアーにはない生命感にあふれた魚の尾びれの生めかしい動きを実現。2つの愛を装備し、フィールドの状況に合わせてツイスト、ロール、アクションとバイブレーションでサーフェイスから深いレンジまで誘うことができる。そしてルアーアクションを実現するためのエッジの効いた斬新なデザインと卓越した職人の技術により、精密で色彩豊かな美しいルアーがここに誕生ということで、このジョイントがこれがもう特許がついてるみたいですね。特殊な形状ということで、でスローリトリーブ、ノーマルリトリーブでツイストロールアクションをしますということで、こっちのお口のアイを使うとツイストロールアクションをしてくれて、でここに2つ目のアイで、ここをつけるとバイブレーションアイはノーマルリトリーブで約1メートル前後まで潜りますということで、この2箇所の愛によってバイブレーション、巨大バイブレーション的な要素で誘うか、まあなんていうか、いわゆる普通のこうジョイントベイト的にツイストロールアクションで誘う前の愛を使うかを、その釣り場の状況によって変えていくということで、これまあ名前にもついてありますけども、まあ190ミリだよということで、およそ19センチで、重さがですね2オンスだよということで、56グラムで、タイプはこれフローティングなんですね。フローティングって書いてあるんで、まあどうでしょうか、ちょっと釣り場でね実際投げてみて、バイブレーションアイだとフローティングの状態から1メートル入り込むっていうことなのかな。ちょっと使ってみてね、いろいろ試してみたいな。で裏にまあ一般的な釣り以外で使わないでくださいとかいろいろ書いてあるんですけども、重要なのはね、この素材が普通のワーム素材と一緒に保管したりすると、溶けて変形してしまうということなんで、まあワームとプラグを一緒に入れるってことはないと思うんで比較的大丈夫かなと思うんですけど、このテールね、他のワーム素材とくっつけるとダメだよっていうことで、ということでこれで2オンスフローティングということなんで、なかなか独特なね。でブログとかでねいつも読んでいるサブイズムさんのブログとか見ると、関東のダム解禁されたダムなんかでもこれでダヴィンチで釣れたよなんていう記事なんかも載っていたんで、早速持ってね、まずはまあバス釣りでも春先ビッグベイトでポカーンと釣れる、瞬間もありますからね、ちょっと、もちろんバスの釣り場に持って行きつつ、ただまあねこの腹折れで、ね、フローティングしようっていうことなんで、ちょっとねバチ抜けに合わせてシーバスなんかでもちょっと投げてみようかななんていう風に計画しております。何にしてもねこれブースで見たら、このサイズ以外にもいろんなサイズ展開とかですね、あとさっき言ったこのテールのパーツによってアクションの特性を変えたりとか、今年もですねいろいろな展開、まずはねまだあんまり釣り具屋さんでいっぱい並んでないですからね、たくさん並んでほしいですね。それで色を選んで、ブラックカラーなんてすごいかっこいいからね、ブラックカラー欲しいななんて思ってるんですけどね、まずは釣り具屋さんにこの190サイズが安定して並び出して、でその後ねみんなダヴィンチを使い込んで、でその後に
待っているそのサイズ展開ですね。それでまあ足場釣りなんかだとこの城パターンなんかだともう本当にもっと巨大で、全然大丈夫ですからね。大きなサイズも期待できますし、あとは関東のバスフィールドなんかで言うとまあちょっとね小型のサイズなんかもあると、より投げやすいんじゃないかななんて考えてますんで、この後のですねエレメンツの、ルアーの出てくる動向に非常に大注目といったところで、まあとりあえずねなんとか一つ手に入れることができたんで、今回はですねこのダヴィンチの、190ですね、これを細かく部品別に見ていくよと、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。